今日は待ち合わせが東急プラザ前ってもう閉館したんだよ。食べ終わりましたけどそう、もう食べ終わったんですけどね。今ちょっとおそば自体ないですけどね、美味しかったですよ。お茶も飲みました。お茶も入ってない、今日はこれ食べましたね。あ、こっちが、はい、お茶も入ってないっていう、渋谷です。4月8日分のうちの動画に映させていただきます。これ今ソニーの IC レコーダー、しかもこれここ押すだけで撮れちゃうという、未だに IC レコーダーがね、発売され続けてるなんて全く想像できなかったですね。今度はこれ暖房 iPhone 充電器、これってバッテリーが、4200もある、こんな薄いのにやるなこれ。なんかこれ 3DS ですね。 3DS、 見えますね。まさにこれね、問題なのが、すげえな、問題なのが、結局実機見ないと分かんないですよね、実機見ないと分かんないから今一つ世の中で浸透してない気がする。何これ、すごいですね。そうでしょ。あ、これ角度でちょっと斜めになるとダメなのね、やっぱね。 3DS をバックに本日の一本いきます。渋谷、これはフランスのヴィンテージ、フランスヴィンテージでメイドインフランスなんですよね。全部サングラスでできてます。まあ果たして掛け心地とかいいのかっていうと、まあ掛け心地とかじゃないです。こんなメガネ、こんな、メガネです。初めて見た360度画面の利口ですね、これ。何やだ、この人。うわー、これ気になってたんですよ。実際どうなんですか、これ。いや、これ面白いですよ。これで、例えば、これ、撮ってもらったやつですね。で、この360度カメラ、すごい、一発で。うわー、上も撮れるってことですよ、これ。すげーな、これ。すごいなぁ、せな感じですね。これがイングレス、イングレス陣取りゲームですね。陣取りゲーム、世界的な iPhone、 Android、 iPhone ですかね、両方。そうですね、多分ね。それで、もともとは、あれライターやってんのかな、後藤っていう人がいて、そのすごいゲームとか詳しくて、もうそれこそアメリカとかで先にプレステ4とかが発売になったから、アメリカで買いに行くぐらいのゲーマーだったんですよ。このゲームやってないように書いてあったから、この人がそんなにハマるのは絶対面白いんだろうと思って試しにやってみたら、へえ、イングレス、イングレス、このいわゆる食通と呼ばれる人が美味しい店だけを紹介する、全ての基準は美味しい、で、食べログとかってあるじゃないですか、でもちろん点数高いところは美味しいんでしょう、だけどあれって結構店の作りとか、全部は平均に入ってるんですね。要は美味しかったと、だけど店が汚い、美味しかった、店主態度悪い、それで2とかになって平均って丸くなるんです、これ一切その関係なくて、ただ味のみなんです。なるほど、面白い。美味しければ OK、 店主どうでもいいじゃん、店汚いどうでもいいじゃん。いや、テリエモンっていうキャラクター、テリエモン、テリエモン755。これも堀江さん作ったんですね。 RXN ツワイスの24から200 F2.8 全域、はあ、今12万か。これなんか安くなった時狙いですね、確かに。 RXN なんかね、結構安く出そうじゃないですか。動画はこうな、どうなんこの方で、ムービーここで撮れますし、絞りここで決められるっていうのは珍しい。すげえな、これ、ね、24から200ってもう全域カバーじゃないですか。全域だから、で 2.8 で、で画質は、さっきの M3 と同じぐらいの、これってどうなんですかね、センサーってでかい方なんですか、これちっちゃい方。いや、あのね、コンデ自体一番でかいです。
あ、じゃあこの子たちと同じラインランク、あ、コンデチのランクか。